にちは、エディです。してくるまでは、ちょっと蓋しときましょう、はい、待ち遠しいですねでもまあ、エビとか、はい、豚肉とか生ものに関しては、うん、半分火をもう通して処理して お出しするので、野菜に火が通れば、はい、もうすぐ食べられるようにはなってますので、はい、なんかあの蓋が透明っていうのはまたこれいいですね。そうですね、中の様子がよくわかるっていうね、はいはいはい、これはなんかあの透明じゃないと一回こう開けんじゃないですか。あ、土鍋とか。そう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 。そうね、これはいいですよ。だいたい時間的に何分ぐらいなんですか。いやー考えたこともなかった。どうですか、これ今強火ですよね。お客さんたちがほらおしゃべりとかお酒飲みながら他のものつまんでる間に煮えてるみたいな感じなんで、はい。一人で来ちゃったら、はい、その間何してましょうか。おしゃべりですか、はい、私と。あ、そういうのも OK なんですかいいですね、私とおしゃべり。いやいやいや、だって普通だったら温泉とか行ったらね、うん、コンパニオンさん呼んで1万とか1万5千円払うんですよ、はい、それが無料だっていういいスマイルレーンと同じ権利です ね素晴らしい。この温泉いいですよ本当に荻窪の。でも今はほら携帯電話で皆さん遊んでるじゃないですか、はい、ゲームやったりとか、ね、うんうん、それこそあの逆にこう写真とか撮って、うん、今キーマオにいるよ、これ食べてるとかツイッターしてくれるお客さんもいますんで、うん、いやでもいいね、こうやってこうカウンターでね、はい、こう女性と一緒にこう、はい、鍋をつつくっていうのはねだんだんこう外側からこうグツ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 いってますね。グツグツしてきたらもう蓋を取って、うん、あとこう浸して煮ていくだけですね。あ、もう香りがねします、しますします。ナムチムが入ってるので、あらまあ、味をつけた形にしてありますので、はい、なんていうんですか、何かにつけて食べるんじゃなくてもうこのままで一品が完成してる。うわ、すごいね。じゃあこれはもうコックさんが作った味をそのまま食べられるってことで。そうですね、いいです、はいはい、うわー、画期的ですようん、ずつしてきたでしょ。してます、してます。あー、いい香り、いい香り。でこの卵はこうふつふつしてきたらもう溶いちゃって、はい、タイでもお肉とかの上に卵が乗ってるじゃないですか。あれ絡めて、はい、浸すじゃないですか、はい、その原理だと思ってください。 うわー、いい感じ。お肉もこれは人気出ちゃいますね。そうですね、まだ鍋やってないのってまだ11月になる前から言われますし、油を使ってないからやっぱりヘルシーじゃないですか。で温まりますでしょ。油使わないからいいねこれ。で11月ってちょっと微妙な気温ってありませんか。
暖房使うには高いし、はい、エアコンもまだ入れたら早いんじゃないっていう時とかに、はい、お席でこれやると、うん、暖かいんで、あいいですね、女子にはこれも今もう8割ぐらいできた感じですか。そうですね、7割ぐらいできてますね。ちょっと、はい、一回鍋がね、はい、2019年、はい、来るって言われてるんですよ。あ、うん、で1人前からやってくれるお店が少ないんですよ、はい、あ、それはなんかよく聞きますね、うん、はい、これ1人前から OK なんですか。はいはい、1人前からこれが1人前です。これが1人前、これがで一人で来てもいいんですか。食べきれる量でしょうし、二人でつついても、うん、ちょうど他のお料理と組み合わせていけばちょうどいいですので、これだけでお腹にいっぱいになっちゃうってことのないように。うわー、あともうちょっとネギが柔らかくなったらもう食べれますね。加減を見るポイントはネギですか。うん、今たまたまそうですね、ネギが一番この中では、白菜はすぐ見えますし、まあ、ネギでも白菜でも生で食べれる素材ですからそこまで気にしなくても大丈夫ですけど、ちょっと時間的にはネギに熱が入る頃にはもうエビと豚肉には完全に火が通りますんで、時間的には5分ぐらいですよ、これ早いですね。あ、本当？はい、意外と早い。あー、いい感じ。いい感じだね、はい、スープの色もね、はい、コクがあるっていうのがよくわかるし、あー、白菜いい感じだね。冬になると白菜甘くて美味しくなるんで、食べれそうなところからよそいますか。はい、じゃあお願いします、はい。普段は取ってあげないよ。あ、そうなんですか。特別に、特別に。ありがとうございます。一緒食べましょうよ、一緒にね。ちょっとコメントもいただきたいんで、食べながら。こういう感じ。エビ、うわ、ほうれん草、豚肉、うん、バランスよくね、うん、スープをね、ちょっと多めに欲しいんですけど、はい、カップケム、カーボーがカップケム薬大。うわ、このスープは映るかな、これスープ。いただきます。あ、こんなに辛くないでしょ。辛くないです。大好きだの味ですよね。うん、ほら、これ何がすごいかっていうと、これ自分でいつもだったらね、からしを入れて調整するんですよ、はい、いい加減になってます。すごい、絶妙。ナムチムもお店によっていろいろじゃないですか、うん、はい、まあ、市販のものももちろん含めてなんですけど、はい、なんていうんですか、ただのチリソースだけで出してくるお店とか、はい、あるわけですよね。あるんですか。そうするともう超残念な気持ちにやっぱなったりするじゃないですか、はい、このナムチムは豆腐地、はい、豆腐用ですね、はいはい、が入っているタイプのナムチムのタレなんで、すごい美味しいんですよ。うーん、アロー、い、美味しいです。よかったです。最高。これは流行っちゃうね、一人用の鍋っていうのが。あとはそこの味付けを濃いめにしたいとか、うん、もうちょっとタレ足したいとか、うん、スープ足したいとか、そういうのは言っていただければ、はい、スタッフがお持ちしますので。エビがいい色。うん、これ味の加減がいいですよ。ちょっといいですか。はい、うん、
いいですね。ちょっとこれまだこれ1回目ですよ、うん、1回目どう見てもまだこんなに残ってる、あと5回はできる感じですよ、はい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 、できるできる、これはすごいな、うん、ただまあ半分ぐらい食べてああと思ったら、はい、あとは締めのビーフンセットまたは雑炊セットを注文いただくと、はいはい、あの一人前のご飯に卵とか、はい、薬味とかを乗せたものをお持ちしてテーブルで雑炊作ったり、またクエッティをビーフンにして、はいはい、あの締めていただくこともできます。贅沢です、はいはい、これはすごいね。その雑炊セットかビーフンセットはプラス300円で、はい、なるほど。これって税別ですか？税別です。ですね。はい。ということは、1980円で雑炊セットもできちゃうってことですね。そうですそうですでこれ今日、はい、食べてるのは今、はい、タイ好き鍋なんですけども。はい、他にもあと2種類あるんですよね。はい、トムヤム鍋と、はい、トムカーガイ鍋をキーマオスタイルで、こういうあの一人前からのスタイルでお出ししてます。でトムヤム鍋だとやっぱりこれの味が、味のスープのベースがトムヤムスープになって、うん、じゃあもうちょっと辛いんですね。そうですね、赤くて辛くて。でトムカーはじゃあ白いですか？はい、そうです。美しい白いね。そうです。キャベツ、ブロッコリー、はい、もちろん鶏肉、はい、あとしめじ、きのこ類と、はい、トマトをお入れして、じゃ今豚肉がこれは鶏肉に変わるんですね。そうですそうです、うん、トムカーガイなのでガイですからね、はい、はい、分かりました。もう随分ねこれ今飲んでるだけでもうあの体がすごい温まってきました。はい、うん、まだねこれこんなにねあるんですよ。まあ一見湯葉のように見えますけどね、すごいですよ。これも今多分4杯目ぐらいですよ。まだまだたくさんあるんですよ。大体これお店の滞在時間ってこれじゃあ2時間超えちゃいますねこれね。うん、でもまあ2時間って言ったら普通の、あ普通ですか、普通の お食事、うん、お酒飲みながらだとそのぐらいだと短いぐらいじゃないですかね、うんうん。これキーママはこれ誰に食べてほしいですか、はい、これを誰に食べてほしい、うん、家族みんなででももちろんなんですけど、はい、もう一人寂しくお家でご飯食べるぐらいなら、はい、うちに来て、うん、私とおしゃべりしながら、うん、グツグツ煮て、うん、食べていただけて寂しくなく過ごしていただけるならいいかと思います。すごいその気持ちわかる、はい、あの一人者のね男性の方、はい、家に帰ってねこんなスマホを見ながら、ね、あのコンビニのご飯食べるよりも、まあ、週に1回はこちらに来てキーママと一緒にね、まあ、人生の話しながらね、うん、人生の楽しい話をしながら食べるとねいいと思います、はい、いや今日ねそんな気持ちになりましたよ。よかったです、うん、本当にいいお店、はい、ありがとうございます、はい、というわけで、11月から3月まで限定ですから、はいね、間違いありません、はい、荻窪何口でしたっけ、南口です。荻窪の南口上がって徒歩1分ぐらいですね。キーマオキッチン、間違いありません。待ってます、はい、ガパオ餃子もあります。揚げ餃子ね作ってます。
sabrosa.